どうもゆーたーです。ちょっとね声が枯れてるんですけど、カン君とさっきカラオケ行ってきたんでちょっと喉が今日はまたカートシリーズで、新東京サーキット、ニュー東京サーキット NTC です。ここもね結構ねプロのレーシングドライバーとかかなり来てて、ずっと気になってたんですけど、ちょっと定休日が月曜日で結構予定も合わなくてなかなか来れてなかったんですけど、ようやくちょっと今日来れて、レンタルカートなんですけど、ちょっとレーシングカートもいつか乗ってみたいなと思うんですけど、ちょっとまずレンタルで慣れてるところじゃないとちょっと乗るのもねあれかなと思って、とりあえず今日はレンタルで、多分ね1周1分ぐらいのコースだと思うんで、この前上げた APG とほとんど、まあ、タイムは1分ぐらいの変わらないところ、結構ねあの見る感じくねくねしてるんで、まあ、速度出るとこもあるし、結構あそこら辺のセクター1とかは結構インフィールドが面白そうなんで、最後のあそこもね最終立ち上がりなんかすげえきついんで、ちょっと今日もどのぐらいで走れるか乗っていきたいと思います。はい、
まさかのね30分コースでね、いやーしびれた。背中めちゃくちゃ痛いし、あの高速コーナーで背中にこう G 感じてる時にもう微振動が肺に来て、うーってこうなんか咳が出そうすごい感じで、いやーでもなんかすごい良かった。高速コーナーもあるし低速コーナーもあるし、振り返しヘアピン、まあ、全てをなんか条件を含まれてるいいコースだったなって思います。で一応ベストが59秒445です。でまあ59入ってれば結構早い方みたいです。スタッフさん的にはまあまあいい感じです。カン君は踏ん切りならず、踏ん切りならずか。1分1秒8だって2秒4も違うぞ何やってたんだ俺、ちょっと予想見してたかもしれない。あ、鼻くそほじってたね。鼻くそほじってたなんかポルシェとかいっぱい止まってたからね。すごいだよね。ちょっとついつい見とれちゃったさ、危ないよ予想見厳禁で2秒4多分全体的にちょっとずつちょっとずつ離されてて、あ、どうすか、なんか一切前半セクションと後半セクションの感想。後半のが難しいね。後半のがやっぱ難しいね。そうだね、低速でちょっと速度が落ちすぎちゃって立ち上がりが落ちてる。そうだね、あそこの いかにエンジンパワーをロスなく脱出できるかっていうのを、まあ、特に最終は考えながら、そうです、素早く向きを変えてアクセル入れるっていうのを考えながら俺走ってたけど2秒4も違うもんAP1 の時は1秒ぐらいだった、1秒ぐらいだったよね。低速コーナーが難しいんだよ。低速コーナーは難しい、確かに。 APG はあんまり低速ないもんね。高速最終コーナーだけで、確かにマジで低速コーナーのあのグリップ感とエンジンパワーを殺さずにっていうのは難しいね。1コーナーはここもやっぱ全開で、2コーナーも全開で、次のちょっとインフィールド入り込むとこはちょっとブレーキして、もうグリップをいかにさせるかをちょっと意識しながら曲げて、そこからずっと全開だけどG がすごいね。確かに G がすごい。でなんかもうの一番最初のなんかファーストインプレッションは、とにかくなんかダに対して車が素直で、カートが素直で、なんかアンダーもオーバーも出るし、なんかあすごい、なんかこのカートすごい素直で、きっちりなんか動くなっていうのはすごい感じたわ。そうで、あとカートでスピンって多分ほぼしたことないんだけど、2コーナーのさ、あの山盛りあるじゃん、縁石、うん、あそこでか、あそこにあのもう右タイヤが乗りすぎて完全に浮いて、うん、ちょっと制御しきれるかなと思ったけど、さすがにあの速度で、うん、の要はさすがに耐えきれなかったね。ガンって言って、うん、うん、めっちゃ面白かったあれは。自分は最終コーナーも道間違えちゃってあれこれまっすぐだと思って左側にあれだと思って道がねえと思って、あ、ないね、急ブレーキしてスピンです。プリウスみたいな、あ、ミサイルになると思って道間違えちゃって、危ない危ない、出前の配達みたいいやーよかったな、面白かった。ちゃんと鍛えてから行った方がいいですね。うん、いやなんか30分は本当にそうだね、30分ってなかなかないよね、乗ったことないもんね。15分ぐらいだもんね、最高でも。そうだね、なかなか痺れて。30分は自分の車でもなんか富士スピードウェイぐらいじゃないの。そうだね、うん、なかなかないから、ね、レース出た時ぐらいだな。本当だよね、しんどいしんどい。いやーマジで疲れた。はい、という感じで、ありがとうございます。カートトレーニング、シーズンオフのカートトレーニング以上です。50問食べ行きましょうね、千葉なんで、新東京と言っときながら、こう市原市なんでね、そうそう、アクアラインで海渡って、
ちょっと、まあ、全然、好評ではないカートシリーズ、一応動画にしてはいるけど。みんな見てください。次のカートはどこになるかわかんないけど、行くかわかんないけどね、もう。はい、ということで以上です。